菩提本无树，明镜亦非台，本来无一物，何处惹尘埃呢？哇，阿 Jace 做乜讲嘢突然之间咁有禅味啊？莫非你有烦恼？唔系啊，我最近咧睇咗个日本水墨画展啊，佢咧就以画僧做主题，睇完之后咧令我有种平静嘅感觉。哦，你系咪讲紧咧日本艺术家福山一光嘅展览啊？我知道啦，佢除咗系画家之外咧，亦都系一位禅僧噶，所以作品自然好有禅嘅味道。当代水墨画家福山一光选择用传统的技法以及传统的物料创作出融合精神和自然的山水画，呈现自己心目中的风景。実際にある風景とかを描いてるわけではないんですけれども、まあ、過去に見た風景とか、あとはこう記憶の中に残ってる風景とか、そういうものをこう頭の中でイメージして自分の中でこう組み立てて制作してるんですけれども、まあ今は墨を使った制作を してるんですが、その自分のこう思い描いてるそのイメージを表現する上で、今は墨の表現が適しているかなと思って、今はこういう作風になっております。喺呢度咁多嘅展品入邊咧，其實我自己就比較中意呢一張嘅作品啦，因為咧其他嘅展品通常都係一啲比較抽象啲、意境多少少嘅作品嚟嘅。咁而呢一張咧就係好實在地見到成棵樹嘅形象啦，咁同埋咧亦都係好多樹葉好茂盛嘅。不過，如果你行曬成個展覽，就會發現其實佢唔係獨立一張嘅作品，而係仲有另外一幅作品咧，同佢湊成一對，而幅作品就喺嗰一邊啦。呢度所有嘅作品都反映出福山嘅內心世界，而佢最中意嘅就係呢一幅啦。代表作っていうことで言えば、こちらにかかってる冬のカラスモリという作品、これは墨絵を始めて、まあ、初めて挑戦した大作なので、まあ、思い入れが深い作品になってます。福山拥有东京艺术大学日本画博士学位，曾经到曹洞宗永平寺咁样远离烦嚣嘅深山修炼禅学，所以佢嘅画作感觉安静，富有灵性，体现咗禅宗思想同埋日本艺术嘅情感。